アニューシャ・アンサリー宇宙旅行出発前のアンサリ・アニューシャ、アンサリーはアメリカテキサス州の企業プロデアシステムズ社の創業者で最高経営責任者。莫大な資産を保有する資産家であり、実力のある若き女性実業家として知られる。民間女性で世界初の宇宙旅行者。イランのマシュハド生まれ。1984年、アメリカ合衆国に移住。 1993年にオットラと PSI を創業。2004年5月5日、宇宙旅行を成し遂げた民間チームに贈られる賞であるエクスプライズの運営基金に資金提供を申し出て、自らの名を冠したアンサリースプライズとなった。アンサリースプライズは2004年10月4日にカリフォルニア州モハヤベ空港の上空1 0 0トルで宇宙との境界を越え、 規定の条件を成し遂げたと認定されたスペースシップ1が賞金を獲得した。2005年10月18日に福岡国際会議場で開催され、ライブドアの堀江貴文社長らが出席した国際宇宙会議のパネルディスカッションにゲスト参加するため来日した。2006年9月ロシアの宇宙戦ソユーズに登場し、10日間の宇宙旅行を行った。宇宙旅行の参加費は、 日本円で約23億円ほど。もともと登場予定だった、榎本大輔が健康上の理由で参加を中止したため、バックアップであるアンサリが乗ることとなった。ソユーズは9月18日に打ち上げを成功させ、20日に国際宇宙ステーションとドッキングした。29日には帰還船がカザフスタンへ帰還した。sorae.jp 編集部中半。アニュ社 無事期間。sorae.jp。2007年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年4月1日閲覧。ありがとうございます。